ナタリア・チリンスカヤは、ベラルーシ・ミンスク出身の女子自転車競技選手。ソビエート連邦時代には、アレクサンダー・ベルヤトコフスキーの指導の下、14歳の時にソ連ジュニア選手権で優勝。また、ソ連邦崩壊後の1993年には、ジュニア世界自転車選手権で、銅メダルの獲得実績がある。だが、その後、結婚、出産のため現役を引退。 しかし1998年に現役復帰を決意。また、練習拠点をモスクワへと移した。そこでコーチであるスコビエフスタニスラブの指導を受け、メキメキと力をつけていく。一方で、その決意に夫は理解を示さなかったことから、後に離婚することになる。ちなみに2001年までは、ナタリア・マルコフニチェンコという登録名だった。さらに女子短距離界では、 圧倒的強さを誇ったフランスのフェリシア・バランジェが2000年シドニーオリンピックを最後に引退。その後を受け継ぐ形で圧倒的な強さを誇るようになっていく。世界自転車選手権では500メートルタイムトライアルで優勝5回、同大会スプリントでは優勝3回の実績を誇る。また2004年アテネオリンピック500メートルタイムトライアルでは銅メダルを獲得。 また、同大会のスプリントでは5位だった。とりわけ、500メートルタイムトライアルでは、オーストラリアのアンナ・メアレスと長年にわたって優勝争いを演じ、加えて同種目の世界記録も互いに更新し合う形が続いている。またスプリントでは、メアレスのほかイギリスのビクトリア・ペンドルドンと最近ではライバル関係にあり、また以前は友人関係でもあるという。 ロシアのスベトラナ・グランコフスカヤと毎年のように優勝争いを演じた。2008年北京オリンピックを最後に第一戦から退いた。ありがとうございます。